コナン君は行く先々で殺人事件とよく遭遇しますよね。コナン君と出会った人の死亡率を調査しました。今回はコナン君と出会った人の死亡率を調査しました。コナン君は行く先々で殺人事件とよく遭遇しますよね。このことから82巻で佐藤刑事に、87巻で目暮警部に死神と言われていました。もちろんコナン君がたまたま現場に遭遇しているだけなのですが、あまりに殺人事件が多いので、コナン君が出会った人の中で実際どれだけ殺人で亡くなっているのか気になって調べてみました。というわけで今回はコナン君と出会った人の死亡率を調べていきます。今回死亡率の出し方は原作コミックス1巻から98巻をもとに、コナン君と出会った人たちの中で殺人事件で死んだ人の割合を出していきます。まずコナン君と出会った人の数え方ですが、基本はこんな風に名前が出ている人と明らかな重要人物を数えました。モブは数えません。例えば怪盗キッド会でコナン君にインタビューしに来た記者たちや、街で歩いていてすれ違った人たちなど、コナン君が深く関わっていない人たちは除いています。次に亡くなった人の数ですが、殺人事件で死んだ人のみを数えます。自殺は除いています。対象とする会はコナン君として生活し始めてからの会に限ります。回想や第1話の遊園地の会などは除いています。以上のルールをもとにコミックスを1巻から98巻まで改めて読み返しながら、情報をエクセルシートにまとめていきました。それでは調査結果を発表していきます。調査結果の内容ですが、まず出会った人について、犯人と被害者についてそれぞれ詳しく見ていき、最後に死亡率を計算します。まずはコナン君がこれまで出会った人の数が一体何人だったのか、数えた結果合計1120人でした。ではこの中身を詳しく見ていきましょう。まずは男女比。コナン君が出会った人たち1120人中、男性が777人、女性が343人でした。割合にすると男性が 69%、 女性が 31% です。これ僕意外だったんですよね。読んでる時は半々ぐらいかなって思ったんですが、男性が女性の2倍以上という結果になりました。ちなみに現実の日本の人口の男女比は、総務省統計局ホームページ日本の人口の令和元年のデータによりますと、男性が 49%、 女性が 51% でした。こちらはだいたい半分で女性が少し多い結果です。コナン君の周りはやはり男性が多いのですね。次に出会った人の年齢です。こちらは年齢が書かれている場合はその情報を拾い、明確に書かれていない場合は失礼ながら見た目で判断させていただきました。それでも不明な場合は不明としています。年代ごとにまとめたデータがこちらになります。20代が一番多く、男女も考えると30代男性が一番多い結果になりました。コナン君は小学生ですが、20代30代の方と交流が多いことが分かりますね。ちなみに現実の日本の年代別データはこちら、40代が一番多いことが分かります。コナン君の周りとはだいぶ年代構成が違いますね。次に犯人と被害者についてです。出会った1120人中、犯人は一体何人だったのか、そして被害者は一体何人だったのか、数えた結果犯人は合計174人、被害者は合計199人でした。ではこの中身を詳しく見ていきましょう。まずは男女比。犯人は174人中、男性が122人、女性が52人でした。割合にすると男性が 70%、 女性が 30% です。コナン君が出会った人の割合と似たような結果になりました。次に被害者は199人中、男性は144人、女性は55人でした。割合にすると男性が 72%、 女性が 28% です。こちらもコナン君が出会った人の割合と似たような結果になりましたね。青山先生は意識して描いてるのでしょうか、それとも偶然なのでしょうか、気になります。次に犯人と被害者の年齢です。まずは犯人の年代ごとにまとめたデータがこちら。20代が一番多く、男女とも数えると30代男性が一番多い結果になりました。コナン君が出会った人の年代と似ていますね。次に被害者の年代ごとにまとめたデータがこちら。こちらは30代が一番多く、男女も考えると30代男性が一番多い結果になりました。またコナン君と出会った人の年代と比べると50代の伸びが気になりますね。さらにどんな人が殺されているのか、また犯人になっているのか気になったので、職業についてもまとめてみました。読んでると意外と同じ職業の人が何回も出ている気がしたんですよね。ということで犯人と被害者の職業が明記されている人の中で多い職業を調べてみました。犯人の多い職業は3位、社長オーナーが6人、2位、俳優タレントが7人、1位、大学生大学院生が12人。やはり同じ職業の方が何人も登場していました。犯人で一番多いのは大学生大学院生、非常に悲しいです。被害者の多い職業は3位、教師学者が6人、2位、大学生大学院生が7人、1位、社長オーナーがなんと25人でした。社長オーナーがダントツで一番多い結果になりましたね。お金を持っていることから恨まれたり妬まれたりするのでしょうか、悲しいことです。先ほど50代が伸びていたのは社長オーナーの方が多いことからかもしれませんね。それでは以上の情報から計算した死亡率を発表していきたいと思います。
コナン君が出会った人の中で殺害された人の割合は1120人中199人で、計算すると 17.8% という結果になりました。改めて見ると本当に多いですね。ちなみに現実の日本の殺人の死亡率はどれくらいなのでしょうか。警察庁ホームページの情報から、令和元年の殺人件数は950件なので、950人が亡くなったとすると、全国の人口1億2616万2000人から計算して現実の殺人での死亡率は0.0008% となります。コナン君の周りの殺人での死亡率は 17.8% ですので、現実の 0.0008% と比べるとなんと 22,500 倍殺人が起きていることになります。コナン君は本当に死神なのかもしれませんね。以上、今回はコナン君と出会った人の中で殺人で亡くなった人の死亡率を見てきました。今年公開予定の映画ヒーローの弾丸では誰も死なないことを祈ります。ではまた。